捕まった。なんちゅう顔してんの。思った。手よ手。ブルさん、今日トンちゃん来ますよ。聞いてる？マヒトめっちゃ可愛がってるやん、ブルちゃん。どうしたノアちゃん入ってきて。今日トンちゃん来るよ。もうすぐ来るわ。ブルちゃんもね。お子たったんよ。りーちゃんも隠れるんやろうな。そういや、ななちゃんは上？あ、ほんと？隠れに行くかもね。あ、来たんじゃないこれ。来た気がするね。音するね、ベルちゃん。多分来たよ。来ましたか、だね。ほら、来た。ありがとう。はい、はいはい、はい、またはいしか言わないです。はい、はい、はい、どうもどうも。お父さんは？お父さんギャルよ。お父さんたまにあの庭の方からギャルがあるの。また庭にある。あ、ほんまや、庭にいるやん。またいつもそう。はい、ありがとうございます。あ、しまおうか。この辺お顔あたりが、あ、お顔はなんか確かにあのちょっとシュッとされてたかも、うん、前顔腫れてたんだよね。あ、そういうことな。そうそう、なんかなアレルギーなんかな。こっちはな、あ、でも逃げないね。逃げてんね、のばちゃん。手と、あ、手と背中乗るね。うんうん、すげえ。あ、やってるわ、のばちゃん。あ、捕まった、もう捕まった。なんちゅう顔してんの。手よ手。あ、でも怒らんかった。あ、そうそうそう、北海道店の何でも食べて。あ、そうなん、あ、これ、うん、これ、あ、そうなんよ、うん、有名なんだね、これね。怒ってる。なんちゅう顔してんの。ギャーって言いよった、今。何言いよった。あ、でも我慢してるやん、賢い。賢いって。我慢してる。いや、そんな顔。あ、かわいい。これ、ひびきちゃんのカバンよ。開いたおか。ここ来るとね。うん。まあ、まあ、あ、面白い。いや、隠れてんの。もうすぐ、もうすぐうなぎやけどな。マスク、あ、このマスク有名やんな。これ、よく知らへんかってさ。これあれやん。大阪にいっぱいある。あ、そうなん、これ大阪のな、うん。なんか期間限定で名古屋来てて。あ、関西ちゃん。知ってる、お兄ちゃん、これ。なんかみんな知ってるよな、これ。大阪に行った。ニコちゃんはあれやからね。どうしたんって言うと、あんたかんだかもて星さんやからね。なんちゅうかこれ読むの。その体勢は可愛すぎでしょ、リンちゃん。すごい、リンちゃんの離婚まで逃げやへんね、このまま。しっぽけーなってんね。大丈夫、ちょっといいか耳か。リンちゃんな、意外とちょっと強くなってきた気がしない。リンちゃん強い、もう大丈夫。リンちゃん最近全然逃げてんかったもんな、家来た時も。そう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 。いや、そうやな。大丈夫やろ。はい、可愛い。なんだ。あ、もう顔ギューなってんね。うぎ。お前ほどおちゃくでついてんやないか、ふてくさ。おちゃくよ、ななちゃん。ポチ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 ポ。あ、いや、そう。大変やね、ななちゃん。あれはね、もうあの猫部屋逃げる組とずっとおる組に分かれるな。もう虫が出るぞ、マジ。ポテの出たわ、ポテね。こんな感じの。うん、とっても。離して。これは、これもアイシャドウ。ちょうどアイシャドウ。やっぱり沼が一番重いな。重いよ。ダントツ重なったからね。靴
まあ、みんな入れても全員の中で一番大きいね。白とかやるもんね。あれ5キロ超えてる。